夜ともす、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、さよこさん対策というか、の、まあ、糸口を探しているという段階ですね。本堂の真ん中に敷いた布団の上に寝転がった私、みんなが周りに正座して私の顔を覗き込んでくる。怖っ。どんな状況だよ。知りたいことを強く意識して眠れば、ある程度、夢はコントロールできるらしいわ。だから、すずちゃんの夢の中で、手がかりを調べてくるのよ。いや、あのさ、それ夜や、寝るときにやったらいいんじゃない？別に今じゃなくても寝づらいだろう。理屈は分かったけど、この状況で眠れる人がいるだろうか。ちなみに枕元には、さよこさんの弱点、好きなもの、さよこさんが現れるきっかけ、一発殴る方法など、みんなが好き勝手に書いた調べるべき内容のメモが置かれている。ろうそくの光はリラックス効果があるって聞いたことがあるよ。眠りやすくなるかも。とりあえず神頼みだ。うちらも周りで祈ってよぜ。儀式じゃないんだから。布団の周りがろうそくで取り囲まれ、さらに全員が布団に横たわる私に、布団で横たわる私に向かって目を閉じ合唱し始めた。すずは耳がいいんだから、狙い通りの夢を見るためには音で暗示をかけるといいんじゃないかしら。あ、それいいな、やってみよう。遊んでない？早く寝ろ、夢を見ろ。これが悪夢なんじゃないか。って、眠れるわけないでしょ。傍から見たらどう見ても怪しい宗教の儀式だ。でも、ただ眠るだけじゃダメなのよ。私たちの今後の鍵になる情報をピンポイントで取ってきてくれないと。だからって、これでうまくいくのかな。っていうか実際問題、目が冴えちゃって全然眠れないし。だよね。すずちゃんは私たちと違って病院でも寝てるし、寝不足じゃないのね。そう言われるとちょっと弱いな。まやちゃんがあくびを噛み殺す。そっちの方が眠くなってんじゃん。まやっちしっかりしろって。でもやっぱ一昨日の徹夜が答えてるな。昨夜は結構ゆっくり寝たはずなんだけど、まだきついや。うわー、そういうレイちゃんは、もはや隠すつもりもなく、大きな口を開けて豪快なあくびをした。もう、このままじゃ、私たちが先に寝ちゃうじゃない。すずちゃんも文句ばっかり言ってないで、目を閉じて身を委ねて、眠る準備をしてちょうだい。え？寝言？それ寝言なの、レイコちゃん。ゆうかちゃん、睡眠に関しては本当ダメダメだね。15分後。結局これじゃただのお昼寝会じゃない。すずちゃんだけは結局寝れなかったみたいな感じ。せめてお布団で寝ないとお行儀良くないというまやちゃんの謎の主張によって本堂に運び込まれた人数分の布団、それを私を中心にするように敷いたと思ったら、あっという間に各々が眠りについてしまった。でもおばあちゃんや私の付き添いでほとんど寝てなかったっていうし、それだけ疲れてたってことだよね。みんなすっかり寝入ってしまっている。いつものお泊まり会や合宿の時はせーので電気を消してしまうから、こんな風にみんなの寝顔を見るなんて結構レアな機会かもしれない。スマホで写真でも撮って後でみんなに見せてあげようかな。全員爆睡だよ。ちょっとだけ愚痴のようにつぶやいてから、みんなの寝顔を一人一人ゆっくり眺めてみる。まやちゃん、いつも私の面倒を見てくれる優しいまやちゃん。初めて小学校に登校した日に会ってから私の友達でいてくれた人。まやちゃんはいつもすずちゃんがいないと私なんてって言っていたけど、私はずっと前から知ってたよ。まやちゃんは本当はすごく頑張り屋さんで気が利く。これあの審査会でまやちゃんが本当はすごい子なんだってみんなに伝わったこと、実はすごく嬉しいんだ。もう食べられない。
あまりにテンブレな寝言のルイちゃん、好きなチョコでも食べてるんだろうか。部長のことがきっかけでなかなかゆうかちゃんを許すことができなかったルイちゃん。総局部の狂犬チワワなんてあだ名で呼ばれてるけど、ルイちゃんがすぐに怒ったり暴れたりするのは部長をはじめ周りの人を守るためなんだよね。だからその優しさがゆうかちゃんにも目標になった今、シリアスになりがちな私たちのムードメーカーとしてすごく救われてるんだ。そういやまだレイコちゃんのさ、そのことについての解決が全然できてないんだけど、寝てる時でもいつも穏やかな笑みを崩さず綺麗な寝姿のレイコちゃん、もともとおばあちゃん同士が友達だったこともあって中学入学前からちょくちょくうちにも遊びに来ていた。中学に入ってからは総局部の同期としてまやちゃんと3人でいるように一緒にいるようになって、普段はすごくマイペースだけど、こうやって私たちが悩んだり困ったりした時にはいつもさりげなく先頭に立って頭を働かせてくれるんだ。目立つのを嫌がる玲子ちゃんにはまだ言ってないけど、実は私が部長になったら副部長は玲子ちゃんにお願いしようと思ってたんだよ。それから優香ちゃん、いろんなことがあったよね。優香ちゃんが来てからいいことも悪いこともだな。少し布団から身を乗り出して優香ちゃんの頭に手を伸ばす。その綺麗な黒髪をゆっくり撫でながらついつい独り言をこぼしてしまっていた。出会った時は夢からさよこさんが抜け出してきたのかと思ってびっくりして、その後その凄まじい演奏を聞いてもう一度びっくりして、それから優香ちゃんの脆い部分、びっくりするくらい素直すぎる部分、意外と弱点がいっぱいある可愛い部分とか、いろんな優香ちゃんを見た。自分たちだけどこへ行こうって言うのよ。違うよ、ゆうかちゃん。ゆうかちゃんが変わったのはゆうかちゃん自身の力だよ。いや、それってきっかけの話じゃないの。確かに私がグループ層に誘ったことや合宿に無理やり参加させたこと、いろんなことが変化のきっかけになったことは間違いないのかもしれない。でも表向きだけ私たちに合わせてるふりをして適当に流すことだっていくらでもできたのだ。いや、この子はそういうのはできるタイプじゃないだろう。それをしなかったのはゆうかちゃんがいつだっておことに、そしておことを取り巻く私たちに真剣に向き合ってきたから。変わるための力を私たちが与えたんじゃなくて、きっと元からゆうかちゃんの中にひっそり芽吹いていたんだと。今回の一連の事件は確かに私たちにとっては怖くて悲しくて辛いことも多いものだった。知らなくてよかったこと、知りたくなかったこと、そんなものと向き合わされた。でもみんなが成長していくことやみんなの優しさ、本音、そういうものをもう一度知るきっかけになったことは間違いないんだ。だから少しは、だったら少しは、さやこさんに感謝、かな。髪を撫でていた私の手を、寝てるはずのゆうかちゃんが握る。温かいぬくもりに包まれた指先から、じんわりと何かが伝わってくる。そのぬくもりと一緒に眠気まで伝わってくるような錯覚にとらわれた。でも、錯覚だとしても、今なら眠りに入ることができそうだ。手を、振りほどかなくていいようにゆうかちゃんに少し体を寄せて、残った手で布団をかぶり直して、おやすみ。そうして私はやっとやってきた心地いい窓の実じゃないか。その実を委ねて目を閉じた。ちょっと聞いてるの？わ、何ですか？お姉さんもびっくりした。もうびっくりしたのはこっちよ。私と話してるのに突然居眠りなんか。
どうしたの？昨夜眠れなかったとか？いや、そんなことは。すいません、大事なお話の途中に。本当よ、もう。でも辛いなら別の機会にしても良いのよ。体調が悪いなら今日は早めに。大丈夫です、今目が覚めました。それで何のお話でしたっけ？本当？それならいいんだけど、あなたの卒業後の進路の話よ、茜。あ、そうでした、そうでした。たくさりのおじさまから進路について何か聞いてるのかですよね。そうよ、あなたの後見人でしょ、あの方。例えば留学なさったミサイさんの秘書として後を追うとか、そのために経営の勉強のできる大学に行くとか、何か言われていることはないの？特にそういう話をしたことはないんですよね。おじさまの周りには優秀な方がたくさんいますし、ミサイさんの補佐はそういう人たちでこと足りるはずですし。でも基本的にはおじさまがこうしてほしいっていう要望をお持ちなんだったら、私はそれに従いますね。そうよね。つまりタクサリ氏さえその気になってくれることなら、あなたの進路はまだある程度自由があるんだわ。さよこさん、なんか考えある？ま、そうかもしれませんけど、それが何か。あと数ヶ月で私は卒業し、スメラギを継ぐために本家に戻ることになるでしょう。自分の進路の話よりも考えないようにしていたお姉様の卒業の話、それが突然出てきたことによって胸がチクリと痛む。でもそんな私の表情をなぜか微笑んで見つめながら、お姉様は言葉を続けた。私はね、その時にあなたをスメラギ本家に一緒に連れて行こうと思っているの。私の内弟子として。内弟子？それって確か師匠の家に住み込んで身の回りのお世話をしたり、直接稽古を見てもらったりする。こんな学校の部活なんていう限られた時間だけじゃ、あなたの才能は正しく伸びないわ。私と共に琴の道を極めることがあなたの才能に対しての最善だと思うの。こういうさ、今後にする、この今後することがさ決まってたのに、どうして心中なんて道になったんだろうな。お姉様が卒業してもお姉様とずっと一緒にいられる、そんな夢みたいなことがあるなんて思ってもみなかった。そして、あ、それがもし本当に実現するなら、どんなに幸せで満たされた毎日になるだろう。想像するだけで胸が震えた。だけどそれって高校を途中で辞めるってことですよね。あ、だからタクサリのおじさまのことを気にされていたんですね。そういうこと。最悪1年間は離れ離れになってあなたの高校卒業を待つっていう選択肢もあるけれど、どうしようかしらね。その場合は私留年でもしようかしら。本当にベタ惚れだね。そう言っていたずらっぽく笑うお姉様。ダメですよ、お姉様が同級生になったらお姉様じゃなくなっちゃうじゃないですか。いやーね、さすがに冗談よ。いや、目が本気だったこの人。2学期明けに保護者向けの演奏会が行われることは知っているわね。はい、知ってます。確かお姉様は独奏で出演なさるんですよね。出演はするけど独奏じゃないわ、二重奏よ。あ、そうなんですか。どなたと？あなたよ。は？あなたと私で二重奏をするの。学校側と部の許可はさっき取り付けたわ。はい、これあなたの楽譜。そう言って目の前に差し出された冊子には水の変態とタイトルが印字してある。本当は七楽章からなる難曲なの。あなたの実力なら七楽章でも問題はないと思うんだけど、今回は二楽章分に縮めた編曲にしてあるわ。練習期間もそんなに長くないし、より完璧な、聴いている人を黙らせられる圧倒的な演奏を目指したいから。さすがお姉様、編曲もできちゃうんですね。なんて
のんきなことを考えていた脳みそがやっと混乱から立ち直り、なんとか言葉を発することができるようになる。待ってください、お姉様、私みたいな新参者がお姉様と二重奏なんて。しかもこの学園の保護者向け演奏会っていうことは、各界の有力者が一堂に会する場ってことで、そこでスメナギの跡取りであるお姉様が演奏することは、事実上財界向けの次期家元お披露目公演なんだってタマコさんが言っていたはず。私みたいななんて言わないでちょうだい。そっとお姉様が私の唇を人差し指で塞ぐ。言ったでしょ、あなたは私の片翼、私が渇望した高みにたどり着くために必要だった半身。自分を卑下することは私を貶めることにもなるのよ。その塞ぎ方はずるいな。大丈夫、時代錯誤の身分論を持ち出してあなたと私の音楽を邪魔するクズどもを黙らせるの。演奏会で私たちの音楽を完成させて披露すれば、きっと誰も何も言えなくなる。愚かな教師も醜い部員たちも口うるさい本家の人間もたくさりしも、言い訳できないほどの人間がいる場で証明するのよ。すごいプレッシャーだなそれ。私たち二人が音楽の神に愛されてることを、決して離れるべきではないってこと。大丈夫、私たちならできるわ。少々怪異な罵倒言葉を並べたその厳しさとは裏腹な優しい手つきでお姉様は私を抱きしめる。私のみたいな安物の匂いじゃない、舶来物のコロンのいい匂いに思わず目を閉じた。それは実現しないかもしれない夢物語だけど、夢だと断定するには現実味のある話、決して叶わないと絶望するほど荒唐無稽さがないなら夢は叶うなんていう夢を見て努力しようとしてみてもいいんじゃないだろうか。顔を上げるとお姉様の笑顔が見えた。お姉様が自分を、私をそう信じてくださるのなら、たとえ届かなかったとしても今は目指してみたい。お姉様と離れることのないそんな幸せすぎる未来を。二重奏絶対に成功させます。お姉様のお心無駄にしないように。頑張りましょう、私たちがずっと一緒にいるために。そうして私たちはもう一度抱きしめ合った。なるほど、水の変態の二重奏ね。そうか、それがヒントになる二重奏だもんな。まあでも5人で弾いても別に OK なのかな。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。次回それを元にどうしていくのか見ていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。